はい、フィットミーチャンネルへようこそ。トミーです。今日はマイオフィシャル、多分そう読むと思うんですけど、筋膜のお話をさせていただきます。筋膜っていうのは基本的に一般には馴染みがありません。おそらく結構マニアックな人ですね。お医者さんとか解剖に関係する人とか、あとはトレーナーとか、そういう体に関係する人の中では結構すごく知られてるけど、一般的には知られてないものになります。で、よくイメージされるのが、やっぱ筋肉の周りを覆ってる膜ですね。それが筋膜というものになります。で、筋膜って筋肉の周りを覆ってるんですけど、実はつながってるんですよね、全身。全身すごく癒着とかでつながってるんですけど、なぜ筋膜の話をするか、マイオフィシャルですね。読み方合ってるかわかんないですけど、話をするかっていうと、これが実は体の姿勢にすごく関係があるってことが分かりました。なぜ分かったかなんですけど、昨日一昨日ぐらいかの情熱大陸でトレーナーの人が出てたんですけど、その人が筋膜をすごく大切にしてて、で、筋膜をこう頭の先から実は足の方まで筋膜ってついてるんですね。つながってる。なのでこの首を伸ばす、こう姿勢を良くするっていうか、ここを伸ばすとか、ここをしっかり引くとかには、実は、まあ、もちろん上半身も大事なんですけど、この足の方からほぐすことによってよりちゃんと首を伸ばせる。もちろんそうですよね。ここからつながってますからね。足映んねえかな。っていうことは、ここだけ伸ばしてもおそらく伸びはちょっとあるんだろうけど小さいってことですよね。ちゃんと全体的に伸ばさないと伸びないっていう形になるので、この先からしっかり全体を伸ばして最終的に首が伸びるっていう、とっても面白いと思いましたし、ちょっとそうですね、私自身結構筋肉単体一個一個しか見てなかったなっていうのがとてもあったので、すごい発見でした。発見で面白かったです。で、理論的にもとても正しい、合ってるんじゃないかなとは思うので、で、筋膜にもいろんなラインっていう形でラインがあります。いろんな方向なので、その一つ一つがとても大切になるんですけど、はい。なので今日はですね、単純にこの原因じゃない、なんか問題が出てるところ、例えば肩とか首とかですよね、が縮んでるとか、問題が出てるところだけを見るんじゃなくて、実はそこからつながってるところがある。足の方までつながってますからね。そのつながってるところ、も全体をしっかり見てあげること、本当の原因はどこなのかっていうのを見てあげることが、実は姿勢を作る、あとは普段のやはり、パフォーマンスかな。ちゃんと筋肉がほぐれていい状態であれば、筋肉の力をしっかり出せるので、パフォーマンスにとても関係してくる。この筋膜っていうことについてお話をさせていただきました。最近は筋膜ってすごくメジャーにはなってきてるんですけど、でも私自身もこの考え方は全然知らなかったので、そうですね、少しずつこの体一箇所だけじゃなくて全体をしっかり俯瞰的に見るっていうことが浸透してくればすごく、なんていうんですかね、一人一人にの生活に良くなるんじゃないかなと思います。はい、今日はちょっと私自身の発見ですね、筋膜っていうものを簡単にかいつまんで話させていただきました。はい、筋膜整えていきましょう。以上、フィットミチャンネルでした。バイバイ。ここを整えるのには実は足の方から整えるってことですね。足、いや、まあ、全体か。